大丈夫です。そしたやっちゃうよ、テオです。あざっす。出ないわ、その声出ないわ。はい、ということでね、今日もやっていくんですけど、今日ははい、18勝1敗ですね。18勝1敗。今日は18勝1敗です。やっていきたいと思います。ベッカラムですね。まあ、多分前の動画でも言ったんですけど、これね、生20勝見せてあげていきたいなと思います。芸人になるか、20勝するか。よっしょ、よいしょ。余裕っすか。余裕。正直余裕。でもバルーン入ってますよ。あら、ペッカラムでね、しばき倒します。全然マッチングせん、マッチングせんや。ペッカラムね、ペッカラム、ペッカラムですね。まあただちょっと環境が変わりつつありますね。ペッカラム若干減ったかなと思います。バルーンにね、まあでもね、あの前いっぱいあれですね、インフェが出てきて、そうインフェがね、挫折する人が多くなって、挫折する人が多くなった。しかし、まあ、挫折しちゃった人はね、俺の前の動画見てもらえると多分ね、あペッカラム使おう、わあペッカラム使おうってなります、ね、なります、多分なります。前の動画ではインフィルノタワー対インフィルノタワーとミラー対決とラバクロに対するね、立ち回りを紹介しました。立ち回りを知っていくだけでね、勝率がね、バビビビって上がるんでね。バビビビ、バビビビって、バビビビビビビビどころじゃないです、もうバビビビって上がるんで。やばい、マッチング戦、マッチング戦や。どうするこれ、またキャンセル。あ、起きた。おー、日本人やー。ここね、うわ日照スタンプを見せつけていき、バビビビッと見せて、そう。でもただこれはあの負けた時にバチ煽られるんで気をつけてください、やる人は。リスクを背負って届かない。そうそうそう、1回押しただけなのに相手に20回ぐらいスタンプされるから。アイゴレってことはもうバルーンかな。もうバルーンっすね、これは。あ、もうバルーンだな、あの堀は。よいしょ、とりあえずアウトローかな。お、いい、お、流行ってますよね、これ。流行ってますね。これコウモリしかいないから行っちゃっていい説あるんだよな、普通に。いや、嘘かも、嘘かも。インフェとコウモリ、あー、ダメだった、全然ダメだったな。確かワンチャンバルーンが来るね。そうな、けどコウモリしかないんだったら雪玉投げろよなって話なんですよ。うん、確かに。何してんねんって。まあまあ、確かにワンチャンコウモリが来るんだね、これ。アイゴレコウモリが、なんで太鼓を回したいと思います。はい、よいしょ、いいよ、いい、どんだけいい防衛すんねんって。ちょっと穴掘り使ったから詰めれない。すんねんって言ってますね。ここにアウトローが出る、あ、許す、出てこない、分かってますね、まあ、さては相手も。ここは伊達に18勝まで来ないんで、確かに確かに、コウモリがあるんで、アウトローとコウモリがあるんですよね。だからコウモリはまあ一回倒せるから、はい、うん、これペッカかな。じゃあヒン、まあ、言うてね、あ、でもコウモリ切ったんで、アイゴレバルーンコウモリが来る可能性がありますね、こっちに。そうした時結構まずい、頼むからしないでほしい。なるほど、なるほど。エレキじゃないんだな。いや、いい、良きタイミングで2倍になりましたね。よいしょ、インフェが出しにくい、インフェが出しにくいです。アイゴレ逆サイ誘導かな、あーでしょうね。けどミスってます、ね。これアウトローがギリギリ。お、おや、ベーン、ベーン、ね。このアイテムデッキあれっすよね。ペッカ受けはあんまないんですよね。そうなんですよね。実を言うと。はい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 。ペッカ受けを使っちゃった後に、言うのが刺さっちゃうっていうやつですね。それ。すか。これ練習してるんですよ、俺。これ2週間ぐらい。やっとなるようになってきた。なるない。カスオツ。同じようなもんだよ、同じような。はいはいはい、ボコ太郎していく。あれ、グッドゲームですね。グッドゲーム代わりのスタンプ、流行りのやつに勝っていく。いいよ、サンクラポキポキ祭り。はいはいはい、弱点ないように見えますけどね、このアイテムデッキも。まあ確かに、まあただ相手が悪かったんですかね、多分相手からしたら。うーん、あの俺が強かったんで、うん、やっぱり。なるほど、うん、はい、19勝1敗ですね。いいよ、これは。ここで引くのは、います。何が来ると思いますか。
いやでもバルーンマジ流行ってるからそれな。でバルーンにはね正直ね勝てるんですよね、ペッカラムで。そう、ただ一番俺的にきついと思うのがこのロイジャイですね。ロイジャイじゃあ来るよじゃあ来る今聞いてる、多分19勝プレイヤー今全員聞いてる。あ、ロイジャイきつい、うん、よっしゃロイジャイで行こうってなってるやってる。まあ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 そんなね。いやあんま見ないっすよね、20チャレでロイジャイ。ロイジャイ見ないですね。やっぱラバクローンにボコされてるって噂を聞きますね。ラバクローンがね、もう本当にずっと環境1位だったんで、多分それでボコされすぎて、ロイジャイプレイヤーみんな結構半分ぐらいファイボに変えてましたね。最近はババも多くて、あとそのラバクローンもホバが入ってるんで、そのファイボでね、ちょっとあの環境をメタリに行ってましたね。なるほど。でもやっぱその他のデッキにはライトニングが圧倒的に刺さるんで、難しみなところではあると思いますね。ほーん。ティリーン。まあ音はなくても良きに計らいみたいなのがありますね。カムサハムギア。カムサハムギア。これ多分ここちょっと狭いから環境カーニバルでブルシコ。まさか。まさか。ロイじゃないのかと。やめてー。聞こえたな、これは完全に。これなんかで守ってくる。で戦。来ますね。間に合う。よいしょー。だるい。これタルババ打っちゃう。あー。でもう一発二発。これ守らないでいいや。二、まあ、発交換みたいな。ちょっとねアド取られシオプなんでね。アド取られ多分1、2、これで打ってたら3、4なんですけど、うーわマジか。結構アド取ってる。でもエレキがないんで、これラムカーニバルでいっちゃいますね。よいしょ。なるほど。確かにうざいかも。この殴るタイミングで、よいしょ、オッケー。それうまいな、それは。それはさすがにうまい。それはうまい。2発入るかな、これ。しっかり高めのペッカじゃなくて、あ、3発入る。そう、低めに出すことによってこのね、メガゴが陣地に入るんで。これ細かいところもね。大事、すごい大事。これベビドラで立て付けを溶かしに行きます。よいしょ。いいんじゃないかしら。いいんじゃないの。これでやったの。あーマジか。いいタルババ転がすね。でもこれね陸3枚連続で切ったんでオーブンしか受けがいないんですね。なるほど。なんでここでオーブンを引き出しシオプ。さすが有能使い、数えてますね。フォッフォッ。なんでカワンチャメガゴ。あーなるほどね。それはいい守りですね。うまいね。うまいんだな。めっちゃすぐ来るなこういう時にね。よいしょ。フラグかのように。フラグかのようにロイジャイが来るかな、ちゃんと。よいしょ。お、投資入って。でかい。ふーん、バチコーン。これで一発で押さえてもらえればなと思います。よいしょ。さあさあさあ。チュレー。しかしながら。これさ、呪文切ってないからわからないんだよな、呪文が。確かに。なるほどね。なるほどね。なるほど。うわ。ちょっとケツラムかなこれは。なるほど。ケツラムでオーブン壊しに行き、立て付けがあるんでね、8枚ペッカもできないんですよね。つれい、これエレキかな、ワンちゃん来ないか。これ8枚ペッカ行っちゃっていい説あるんだよな、普通に。これ多分立て付け来る。はい、オッケー、これ来るぞ、行くぞこれ。よいしょ、始まりました。ライキ・ジョーンズ選手のケツペッカタイム。これでケツじゃない、始まってるか。あれが来る、メガゴが来るん でこのタイミングで多分マジ。お、あ、いいよ。いや大丈夫、いいよ。バシコン決めていって、ラム受けが、ラム受けが、よし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 、来た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 、ゾーンドラゴン X、 ライキ・ゾーンズドラゴン X 来ました、ありがとうございます。ウィン、ポノスウィン、カムサハムニだ。よし、ってことでね、よくわかんなかったけど、あれですね、ルイが出しにくい状況を作りまくったんで。そうですね、ポイントとしてはあのオーブンを壊したいですね。2機立ったらほぼ負け確なんで、オーブンをちゃんと、あのエレキがないサイクル、そうなんだろう、ラムを出してエレキが出てこないサイクルだったんで、無限にそのオーブンに対してラムを出してたと思うんですね、序盤は。なんで壊していって、その相手のエレキとかに呪文を打ってカウンターが受けなかったっていうのが割と勝因ですかね。なるほど、なるほど、そういうことですね。勝因、勝因ですね。はい、なんであのあれですね、まあ多分そのインドラじゃない、インドラと
ロイジャイ間違えた。そうロイジャイもロイジャイ多分相手1回しか出してないさ、あの、はい、まあ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 刺さったロイジャイ1回しか出してないと思うんで。確かに。そうですね。なんでね、まあロイジャイねちょっと勝っていたんで、ね、この立ち回り参考にしていただければねと思います。ってことでね、まあ、基本的に今みたいな勝ちパターンは、縦スケエレキがないときに、ハシマイロイジャーをする。なんか残ったユニットの、まあ、エレキか、ラム。そうですね。ハシマイ。って言ったよ、俺。ロイジャーって言ったよ。ペッカって言ったよ。5秒見返してください。絶対に。ロイジャーやめろよな、そういうの。いやー。ってことでね、ハシマイペッカをしてもらえれば、勝てるんでね。ねと思います。なんかしてもらえばねと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ということで、今日は、グッション。よし。